6時半朝睡眠です。なんかここ日本ではインフルエンザが流行ってるみたいで、ちょっと油断できないんで、あと首がいつもこうね痛い。これはちょっと運動不足か、ちょっと体調管理をしっかりしないと。実は来週月曜からオーストラリアですね。1週間しか日本にいないんで、結構立て続けです。はい、とにかくまずは朝過ぎ。体が伸びていいや。朝睡眠が終わりました。体がやっぱり伸びるな。水を1リットル飲めば申し分ないかも。水を飲むとデトックスだ。まあ、いつも通り新宿。これは新調したメガネ。いいや。おお、ジェフレですね。